すっかり肌寒くなった秋の夜大分市の大分城主公園ではピンクリボン月間ということでピンクにライトアップされています今月10月はピンクリボン月間乳がんの早期発見や検診の重要性を呼びかけるこの活動は世界各地で展開されています女性の9人に1人がかかるとされる乳がん 国の調査によりますと、県内の40代から60代を対象にした乳がん検診の受診率は全国平均を上回っていますが、国や県が目標とする60%には届いていません。検診に取り組む大分市の大川産婦人科病院では、妊娠中の女性を中心に、 乳がんについいてての指導をしていますうちはまだ乳がん検診を始まる前の話なんですがあの乳授乳中に進行がんで見つかってねあのよくない結果になった方が何人かいらっしゃいましてねこういうことが起きないように頑張ろうと思って今妊婦さんへの乳がんのこう啓発とか指導とかあと検診もしてるわけですね。早期発見でであれれば治りやすいととされる一方で他のがんと比べて 発症年齢が若く30代から増加し、特に授乳中の進行は早いと言いとます。本人や家族が悲しい思いをしないためにも乳房を意識する生活習慣や正しい知識を病院が指導するようになってから定期的に検診を受ける女性が増えたといいます。 見て触って感じて普段の自分の乳房がどういう状況かということを知ってほしいんです普段から乳房を意識しながらね生活をして,やっていただければ安心かと思いますので今月13日に出産した橘ひろみさん妊娠を機に乳がんについて学ぶようになったといいます 自分のケアをすることがすごく家族の笑顔にもつながるなと感じたので、あのできることからやっていきたいなと思います早期発見がやはり大事だと思いますので、家族のたために体を守っていいだければと思いますご家族はね、一生ね、お母さんを亡くすっていうことをね、い思いをしますので、ちゃんと知識を得て、対応方法を覚えて、 早期癌で見つけて、そして、あの、安全で健全で安心に暮らせるというふうに、皆さんがしていただければと思ってますね。子育てや仕事などで忙しい若い世代から発症のリスクがある一方で。早期に発見すれば、治りやすいとされる乳癌。大切なのは、自分を後回しにせず、日頃から関心を持つことです。